ジョンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はですね、ゼロから展開挟んだ30日目ということで、今日もやっていきたいと思いましたんですけれども、昨日ですね、チャンネル登録者10万人に到達してもね、まだまだね、登録してもらえてもありがたいですといったところでね、早速、チャンネル登録者確認していきましょう。昨日までのチャンネル登録者、10万116人、そして、今日のチャンネル登録者、10万301人ということで、この10万っていう響きがいいですね。はい。ということで、ですね、ちょっと待ってね。185人の皆さん、ありがとうございますと。はい、言ったところでね、かける50をしていって、9250円ね、今日課金していきたいと思いましたんですけど、昨日のね、余り分の5630円ですね、押していって、14880円課金していきたいと思います。はい、なんですけど、いやー、結構課金額もね、加算できましたね。だんだんちょっと大きくなってきた、本当に。もうダメですよ、これは。さあ、なんですけど、今日もね、この1万4000のエメラルドの山、買っていきたいと思います。さあ、クリエイターコードはね、来期でよろしくお願いします。ということで、行きましょう。さあ、来ましたね。OK。さあ、ということで、今日はね、どうしようかな。宝箱を、まあ、この旧姓エメラルドがね、負けた時用の、まあ、エメラルド。なので、今日はね、どうしようかな。こちらの、まあ、ウルトラライキング宝箱を5回上げていきたいと思います。いきましょう。さあ、1回目。さあ、ワイルドカード、進入隊。とりあえずね、ロイホグデッキを集めたいんですよね、俺は。なので、まずロイホグのね、パーツをかき集めていきたいと思います。さあ、ただ、レアが一番大事なんだけどな、本当に。全然出ないんだよな、マジで。ごぼうりさえ集まればね、結構集まるんだけどね。さあ、来い。ねえ、まあ、いや、迷うな、正直。インドラも欲しいけど、お金だな。でもやっぱりお金だわ、一番大事なの。お金と買うのか迷うぐらいお金大事だから、正直被ってたらどんどんね、取っていきたいね。さあ、LSP 美味しい。縦線。いや、LG も強いんだよな。さっき取った LG も。結構 LG の、まあ、ミニペン。まあ、バルーンも使わんし、キョスケも使わんけど、まあ、少ない方。さあ、頼むぞ。来い！ねえ。いやー、どっちも使わんな。まあ、ランバーだね。ランバーの方がまだ、人気でワンチャンある。さあ、これ何回目だ？何回目だこれ。待てよ。ゴールド的に2回目。2回目だね。違う、3回目だ。3回目行きましょう。はい。3回目。さあ、ゴボリ来た！オッケー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 。ゴボリマジでかいな。墓石かな。いやー、レイジ。なー、ドリル。いやー、なんもいらん、マジで。頼むて、本当にこれ2500円目なんだから、マジで。2500円よ。2500円あったら、2日暮らせるわ。3日いける、俺なら。いやー、これはスパーキー。いや、トリトンね、ロイジェイ揃わんと思ってるのよ、正直。いや、揃うかな。どうしよう。難しいな。まあ、トリトン取っとくか、一応。さあ、行きましょう。4回目。はい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 。さあ、胞子。ザップかな。親衛隊でかい。いやー、ロイホグ。いやー、ゴールド。いや、でも、レアは、いやー、ゴールド欲しいな。でも、3800はさすがに高が知れてるわ。ウルトラレア、スーパーレア結構もらえるけど、いや、これは、こっち取っていこう。うわー、まあ、トレード集める必要ないからね。オッケー、これで、まあ、ミラーだね。オッケー。頼むぞー。来い、かぶれ！かぶれ！かぶってもいいし、出なくても OK。これは2万ゴールド。いただきます。さあ、ラスト行きましょう。さあ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 。いや、結構ワイルドカード溜まってきたな。さあ。ウルトラレアがね、もう使わないんだよね、マジで。とりあえず、これで、まあ、どっちでもいいな。コウモリ来た！コウモリでかい。ザッピー！でかすぎる。LG！ 来た！よし。LG これあるな、マジで。ああ、ユーノは揃っとるから、
これはゴールド。行きましょう。よし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 。いいぞ。まあ、ウルトラレアはね、特に俺今ワイルドカード溢れてて、あげたいカードないから、そこんな感じで結構溢れてるんですよ。スーパーレアの指南書がね、どないし貼りましょうって感じなんですけど、とりあえずごぼうりに足していこう。これごぼうりが750枚集まったら、レアの指南書でね、一気にバチコンって貫通できるんで、これね、結構上げやすくなると思う。ってことで、今日はこのマズネク上げていきたいと思います。行きましょう。よーし、オッケー。さあ、残りね、ここら辺あと5枚か。完走して、割とタワー13いけそうだよね。見て。これ、あと9枚レベル14作ったらいけるぐらいな感じなんだよね。まあ、それでもいいし、正直言ってその、ここら辺のね、まあ、低すぎる野郎ども、上げたら、割と一気にタワー13になる気がするわ、正直言って。このデッキ上げ終わったら、とりあえずタワー上げに専念してもいいかもね。うん。タワー14間に合うかな？無理だよね。さすがに俺タワー14無理だと思うんだよね。うん、無理だな。タワー14はきつそう。ってことで、今日もね、ペッカでトラゲしていきたいと思います。行きましょう。いやー、でもやっぱね、ペッカでね、ペッカってやっぱ、結構いろんなデッキにね、こう、幅広く勝てるんだけど、まあなんかね、その負けた時に、やっぱデッキを変えたいんだよね。うちさまだら来た。強いかな、まだらは。さすがに。さあ、そう、そういえばね、昨日、ツイッターとか、あとインスタにもあげたんだけど、やべ。あの、かのね、かのマッケンユさんと、昨日はね、ジムに一緒に、行ってもらったんですよ。やばい。これは？おいしょ。飛べよ、絶対。ああ。で、このさ、行こう。これさ、来るかな。親衛隊来るかちょっと怯えてたけど、さすがに。オッケー、マジアチャいいですね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まあ、ここは攻めない方がいいね。そうなんですけどね、先週ぐらいに一回行って、で、今週、昨日か、昨日行ってから、今日もまた行くんですよね、ジムに。もうだいぶね、行ってるんですけど、最近ね、こう、一緒に、こう、エペもやってもらってて、俺エペマジ初心者だから、エペックス。だからね、それで、教えてもらいながらやったんですけど、最初なんかもう、なんだろう、キーボードとか、あと感度とか、なんかその、あとディスコードとか、なんかもういろんな設定をなんかこう、教えてもらって、マジでね、やっぱね、優しいね、本当に。惚れちまいそうになったもん。だしなんかさ、テレビで俺よくしゃべくり7とかで見てた記憶がすげえあるんだけど、あとあれだよね、ルローニケンシンなんだけど、なんかさ、その結構なんかその筋肉質というか、なんか俳優あるあるなのかわかんないですけど、なんかこう背がさ高くてさ、普通にで、なんかなんだろう、おー来るね、でかい、これは。でかいぞ、ザッピー？ザッピーぐらいしかないでしょ、これ。よいしょ？いや、いい！いや、これ勝てるぞ。ちょ、だから、なんか、そんな筋肉マンなイメージなかったんですよ、俺。そう、だから、普通になんかこう、細くて背が高いっていう感じのイメージがあったんだけど、なんかね、めちゃくちゃムキムキで、なんか俺なんかもう気にならないぐらい、ただの筋肉マンだったんですよね。そう。それも結構意外だったな。意外だったなーっていう、すげえ薄い感想になっちゃったんだけど。やべ、これやばいな、ちょっと。あぶね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 。オーケー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 。いや、親衛隊ロイグも、これで勝てるんだよ。親衛隊を切った後の端前ペッカね。これマジ強いから。で、ザッピーにはファイボ。さあ行きましょう。よし、いいぞ。いいスタート。いいスタート決めてますよ。オッケーオッケー。もうガチムチでね。まあインスタとかにもね、今日も写真あげると思うんでね。ぜひ見てください。さあ、一応概要欄にツイッターとインスタあってるんでね。まだフォローしてない方は、お願いします。いやー、なんですけど、どんな流れで行ったのかっていうのがちょっと気になるじゃないですか。まあ一応こうね、まあもちろん、俺を知ってるってことはね、マッケンさんもまあ、
今はそんなにやってないかもしれないんですけど、まあクラロアプレイヤーなんですよ。そうで、そのなんか俺の前やってた0から100日8000だったじゃないですか。あれをめちゃくちゃ見てくれてたみたいで、そうなんか最初に会った時に、おマッキュンさんやばっと思って、こうなんかジムで最初はたまたま会ったんですよ。そしたらなんかマッキュンさんがいやマジかみたいな、ファンですみたいな感じで来て、いやいや、やめてよそれみたいな。そのテンションでさ、あのレベルの人がそのテンションで来るとちょっと困るやん。こっちのセリフよって。やばい撃たれる。あーもう最悪だわ。あー畜生、頼むから1400まで削ってくれ。俺の借りを返してくれ。逆さ行くぞー。相手入り草ない。いや、手札が悪いだけかな、相手。エリクサーはありそうな気配ある。そうだよね。くっそー、どうしようかな、これ。めちゃくちゃ低めのエレキで受けて、タワーで許容したいね、これ。タワーで許容して、足前にゴーストつけて、ファーン。いや、でけえ。これ折れたらマジでけえぞ。いや、右のカウンター止まるかなこれ。ウェイ。はい。いやーでけえ。オッケー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 。よし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 。これ結構削るぞ。いやでかい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 。よいしょ。あー来たー。よし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 。でかい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 。オッケーですね。いやめっちゃ入ったわ。オッケーオッケー。やっぱ攻めが大事ですね。攻めが結局いきましょう。攻める人生でいきましょう。よーし。だからもしかしたらね、この動画とか見てくれてるかもしんないですからね。おっと、なんでしっかりとぶち煽っていきたいと思います。今日もさあ、よろしく。ゴーストーンファーン。はい。いやー、ダリーよそれ。はい。いやーもうさ、アチャクイ。いやー、エリクサめっちゃあんだよな。そうだよね。アチャクイ咲いた後のめっちゃエリクサあるよね、それは。ちょ、ゴリラ。弾殴るんだよ、絶対お前。このゴリラガチ強いんすよ、ほんとに。ゴースト温存して、やべえ、これ、ロイフがバキバキになっちゃう。うわぁ。お、奉仕型じゃん。俺のやつじゃないですか、それ。俺が昨日、本赤でお前。グロ。やばいって、奉仕は。奉仕やべえんだよな、普通に、このカード。俺が昨日、本赤でお前。グロ2位ってやつじゃないか、お前。ここに画像とか貼らないよ、俺は。絶対。おい、強すぎだろ、デリバリー。いや、ケツペッカしたいんだよな、マジで。ケツペッカしないと話にならないんですよね。
強すぎでしょ。いや、本当はゴーストはね、攻めであんまり使わない方がいいんですけど、でかいぞ、これは。ライト切ったら、割とね、あ、終わった。でもこれ入る。でかい。やばい。おー、なるほど。攻めるね。やげー、ガチであれ、ファイブ当たってれば全然違ったな。うわー、やばい。おい。しかもこの胞子は、自作なんですよ、これ。自作デッキに負けるのってやっぱ。来い。来た!行け!行け!つかめ!つかめ!いけ!あ、いい。全然ワンチャンねえじゃねえかよ。何枚回した相手。おい、強すぎなんだよ、チュク!おい!俺のデッキじゃねえかよ、それ!もう、胞子やばいって!もう最悪だよ。あれ抜かれてるし。あ、この人あれか。バグの人だ。ロカ1にいるんですよ、俺も今。くそー。俺のデッキが。いや、敗北ハンター1ですわ、これ。最悪だ、マジで。くそー。いや、ロイホグなー。これさ、聞いて。ペッコー。ロイホグに勝てねんよ。で、同格だったらね、まだいいんだけど。いやー、くっそ、マジかー。もうちょい、まちまち、ここら辺に出して、2段階で攻めたかったなー。いや、畜生。ロイフ来んなよ、マジで。てか、アチャクイ14がやべえなー。ゴリラすぎるなー、普通に。ペッカの一撃当たると、ペッカザップで倒せるんだけど、やっぱ当たんないからねー。うわー、なるほど。だるすぎじゃないそれ。大丈夫?うわあ!ガチか、てめえ。いや、工場の方が良かったかな。これさ、エリクサーないよな、さすがに。オッケーオッケー。相手絶対これ、あれですね。4エリで出してるギリギリのやつですね。いや、樽来るよな、これ。いい樽が来るかな。お、樽じゃない。ペクー。なるほど。いや、これは工場で攻めることにもなるし。よし。いやー、今入んなかったっぽいなー、守んなくても。でかっ、ガチででかい、それ。いやー、しゃばいなー、これ。とりあえずベビドラだけは消さないといけないですね。残れ。まあ、ファイブを。いやー、まあ折れるよねー、これは。まあいいや。ワンチャンのフリーズとかが怖いな。はい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 。
あー、ケツペッカしてもだなー、これ、左合わせるべきだったかもなー、正直。右、ドラドラ系だけで、ぶち行かれる気がすんだよなー。まあでもこれ、逆サイ誘導ができるんで。よいしょ。なんか怖い。でかいでかいでかい。おい、ガチか、これあれだな、絶対フリーズくんだろこれ。あぶねえ、フリーズ来ねんかい。やばいなこれ、ドラドラペッカやばいな普通に。おー、待ってくれよ、ちょっと待って、ガチでやばい。ワンチャンのこれ端まいけるな、行くしかない。いや、工場だけ出すか、とりあえず。で、行けよ、ちゃんと誠実に、誠実に真摯に受けます。やべえなーこれ、本当にやべえしか言ってない俺。あー、これ終わったくせー。あー、終わったわ。はい、僕カウンター2。やべえ、これで5000円目か。たまんねえ。おー、マジか、ちょっと待って。いや、ちょっと勝てたか、これ。これ勝てた、俺。勝て筋あったかな。まあ、11?11 11ならいけた。いや、ちょっと待ってよ、もう。ペッカ先出させ。いや、ダクプリが硬すぎてなぁ、マジで。てか、一本折ったのも奇跡だよな、普通に。いやぁ、きちぃ。きちぃよぉ。ちょっとマジで、ロイホグにこんなバルーンとかつけちゃったらもうマジで、巻き添いじゃないですか、ペッカ。普通にちょっときついよ。いやぁ、せめてアチャクイ欲しくなるなぁ。アチャクイさえいればね、未来変わるんだけど。よいしょ。いやー、マジ？そういう感じ？あー、結構いい防衛してくるね。ザップで耐えてからのキング起動だな。いやでも2発食らっちゃうかな。おっ、ああ、全然ダメだった。なるほど。これの受けがマインドラか。うん、そうだね。インドラで来る。でもまあ、あれだよな。お、でかい、これ。いいよ。これだってボーラーしか、あー、そいつがいいのか。あ、でもこれは、ザップで飛ぶから。ランバーかボーラーを出して、これ2発入るよな、ペッカ多分。うわ、入んね。いやー、これは一旦ステイだな。トルネ咲いてないもんな、相手。いやー、むず。これで様子伺って、ボーラー出なかった方に、工場だな。いやー、これ際どいなー。もうまずいもん、普通に。でかい。いや、普通にでかい、これは。
いや、いいよ。いい。いけ、いけ、よし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 。そしてこっちで仕上げる。仕上げの間違っちゃいけ。仕上げろ、仕上げろ、仕上げろ。いけ、よし。オッケー。ありがとう。あー、来たね。これはいい防衛だったでしょ。オッケー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 。よし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 。でけー。これはでかい。いやー、今の勝ったんでけーな、マジで。てか、待って、ちょっと待って、マッチング見てほしいんだけどさ、やばくない？これ、ペッカ息してる？大丈夫？きつくないですか？これ、普通に。いや、初戦もよく勝ったよな。普通になんか、話しながら戦ってたけど。いや、これきついよな、マジで。シンプルに、親衛隊ロイホグ、スパーキーロイホグ、バルンバルンって。なんかめっちゃペッカに弱いデッキってないのかな？なんだろう。めっちゃペッカに弱いデッキ。うるさいな、ほんとに。いや、腹立つわー、マジでこれ。なんなん？なんなんこれ。いやー、これ言ってもなんだよな。正直、5打ったら打ったでさ、しゃばいことになっちゃうんですよ。てか、打っと？俺も打ってほしいよ。ザップじゃなくて。なるほど。いやー、もうやばいな、これが。これがやばい。逆サイさ、これさ、受けなくてよかったかな、今。うわ！えぐ！え、待って、ザッピー・インドラ・ロイホグ？おー、なるほど。いや、その一撃でかいんだよな、地味に。ザッピー・インドラ・ロイホグか。ゴースト使わないで、工場で攻めたいな。いや、あー、お前、それはしっかり入っとんのかい。何？え？って思うの、ホバ、ザッピーでしょ？ってことは、LSP がないのか。おー、ダリー、マジで、やっぱマイキーダリーよ、これ。やっぱマイキーダリー。どうすっかな、これ。いやー、いい！これタイミング被ったのはマジででかい。これは最高ですね、ほんとに。ホバに対して5打たなきゃいけないね。そんでもって。でかいぞ、これ。もう一回ケツペッカいけんじゃないの？さては。分かってんで。オッケーオッケーオッケー。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。オッケーオッケーオッケー。いや、悪くないです、マジで。いや、これマジであるぞ。ガチである、ガチである。いや、いい、いい。全然いい、全然いい。でも、ごぼうりが切ってねえな、相手。うわー、これもうちょい高めいけたな。当たってない、当たってない。初戦。いや、でかい、これ。
る入ってる。やべ。あー無理だろこんなの。あーもう無理だよこれ。どうやって勝つんだよ。もうマジかー。スタートに戻っとるわ。ほんまにちょっと待って、相手のさ、いやここら辺とか絶対高いんだって。もうそもそもよ、いやもうダメよなー。やっぱ高いトロフィーがさ、バッチとかついちゃってるもんね、おしゃれに。この人とかもな、あちゃくい感想だしな。うわぁ、やべぇ。3回だよね、今日。待てよ。1、2、3。3だね。いきます。あぁ、きちぃ。きちぃなぁ。くそぁ、マジか。3回いきましょう。親衛隊やっぱ出されるだけきついね、あれ。さあ。ボリー、まあいいか、どっちもいいや。34。ハイスピかな。さあ、こっち。いやー、どっちも使わん。頼むよ頼む、お金が欲しい。いやー、ディガーかな。オッケー。行きましょう。さあ、アイゴレ。おー、ボール来た。でかい。ロイホグ、いや、墓石だな。で、ファイスピー。ホーバー。ホーバーでかい。ファイスピーはね、ワンチャン使う可能性あるんだよね。ボーラー。ほい。ああ。どうしよう。結局でも、ディガーかな。いや、メガニキでもよかったな。いや、メガニキでよかったな。てか、普通に。さあ、3回目。いや、ウルタリアトークンが溜まってしゃあないな。さあ、ギャング。大砲ロケ。な、マジで欲しいカード出ないな。欲しいカードが本当に出ない。うわー来たゴールド。よーし。はい、ってことで、ゴールド手に入れたので、こいつを上げていきたいと思います。いきます。ありがとう。いやー、こいつはどんくらい？あと200枚か。割と集まりそうだな。割と頑張れば集まりそう。コウモリとかもね、上がりそうだよね、普通に。上がるね、これ。オッケーオッケー。スケルトンはちょっと指南書待ちなんで、オッケー、これでいいですね。はい、ということでね、結構まあ2個目のデッキもね、だんだん仕上がってきてるんで、こいつさえ仕上がれば、マジでいろんなデッキに勝てると思う。だからね、本当に心の完成を祈りつつ、別格工場でね、トロ上げしていきたいと思います。いや、ファイナルシーズンですから、今日から。今日からじゃねえわ、全然。30日目がまあ終わったんでね。いやー、ということで、まあね、まだまだ、やっていこうと思うので、もしよかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。といったところで、今日はこんなようなまた次の動画で会いましょう。バイバイ。